ででーん。ということで、今日もまた、家づくりの現場に来たんですけども、今日何してるかっていうと、まあ見ても分かると思うんですけども、今日外壁の足場を外してます。この間、先週に、外壁張り終わったんですね。で、コーキングして、で、外部の、換気扇の、カバーとか、そういうのも付け終わったんで、今日、足場、外部の足場を外していってます。ということで、やっと外観が現れてきました。ちょっとタイムラプスで、全部外れるとこまで撮れるか分かんないですけど、ちょっと撮っとこうかなと思います。こんにちは。ということで、ビューブス中野です。今日、外壁、がやっと見えてきたんですけれども、ちょっと、今回の、ね、外壁っていうのが、ガルバニウム鋼板の、タニタハウジングウェアのジグっていう、ガルバニウム鋼板なんですけれども、それの、白ですね、白色、を採用してます。で、見ていただくと分かると思うんですけど、ね、ちょっと近づいて、ガルバニウム鋼板、タニタのガルバニウム鋼板のジグっていうのをどんなものかっていうのをご紹介したいと思います。ちょっと近づいて、ガルバニウム鋼板とっとこうと思うんですけど、実際ね、まあこれ分かりにくいかも分かんないですけど、これ三角形の山形のガルバニウムなんですね。ちょっと足元見ると分かると思うんですけどね、こんな感じ。で、これがコーナー。これも本当に製品のコーナー、金物使ってます。ちょっとね、コーナーってあまり、かぶせで、大きなコーナーになると、あんまりかっこよくないんで、ただでも、このガルバニウムの、そのジグっていうやつですね、ジグのコーナーって、あんまり、こう、ちょっと離れると、分かりにくいでしょう。だからすごく綺麗に収まってると思います。こんな感じね。ここなんかもう出墨出墨やから、コーナーになってるんですけどね、こんな感じ。ということで、ちょっと足場バラシを撮影しとこうかなと思います。いや、ちょっと外観周りをもうちょっとだけ、見て回ろうかなと思うんですけど、まだちょっと足場全部外れきってはないんですけど、今ちょっと作業中で、こんな感じ。すごいもう真っ白。真っ白がいい感じですよね。なんかね。軒天のグレーもちょっといい感じでなってます。ここはね、後でまた仕上げしますけど、軒天はこれもね、また後で色塗るんですよね。ちょっと何色にするか決めかねてるんですけど、こんな感じですね。あと、まあ、サッシもね、ちょっとね、今回、中の天井と、軒天と、面にしたかったんで、サッシをね、もう既製品のサッシなんです。高さ決まってる、まあ、大体決まってるんで、ちょっと埋め込んでるような形にしてます。で、2階の木製サッシ。あれね、夢窓っていうやつですね。夢窓の、っていう、まあ、夢窓っていう会社ですね。の、木製サッシですね。こんな感じ。軒天もあんな感じ。ここもちょっと軒天。ちょっと軒を作ってますけどね。すごい綺麗。で、入り口周り。綺麗ですね。今回ちょっと、まあ、外部周りだけ撮影して帰ろうかなと思うんですけど、いい感じですね。ということで、今回、足場バラして、まあ、外部が、やっと見れるようになったんで、撮影しに来ました。また引き続きですね、完成するまで、住宅が完成するまで撮影していきますんで、また、動画のチェックよろしくお願いします。ビブス中野でした。ありがとうございました。